というわけで、サクッとされていくでしょう。ライフスティーラーピックして、ディスラプターピックして、あ、順番ないですね、そういえば。まあ、ウルサとかは割とでも、ウルサとかは見ますね。めたい感じですね。アルケミストが最後に言われたのがすごく印象的だったんですけども、FTD 側の連構成も、あ、いや。いや、FTD 側はアルケミストミッドで、あー、そうですね、アルケミストミッドで、そうですよね。まあ、メジサイティならファームできるだろうって言われたら。そうですね、全然できるでしょうっていう感じで。6になっちゃえばメディサのハラスも怖くないしっていう、はい、1番置いてるだけですしね、1番置いて3番までお金手に入れてっていう、アシストスプレーを巻いて置くだけなので、10番難しいと思うんですね、これグダって時間が経って強いのどっちかってやれればみたいな、そうですね、どちらかといったらおそらくジャパンドタリジェクト、ライフスティーラーもさすがに強いってなって、はい、メデューサもいますし、まあ、デュームいるんで1人は抑えれるしっていうような感じで、でもオラクルってデュームのアンチだったりします？やっぱりヒール的な意味で、はい、どうなんですかね、アンチとはあんまりいかないですけど、言えないかなみたいな、こっちとはいかないですけど、そうです、まあ、まあ、ヒラーいればドゥームはやりづらいよねぐらいな、ただそれだけな感じで。というわけで、5人揃ってトップに走り始めたのはジャパンドタリジェクト側、トップの現在セカンドタワーを乗り越えてトップルーのところに行くとかどうするのか、スモークを使っていきます。ファーストプラットは、まあ、ラフティーラーのスローが強力っていうのもあって狙っていこうというところなんでしょうか。しかし残念ながらFTD 側はボットでスモークを使って仲いいですね。お互いすれ違いですかね。すれ違いですね。お互いでも敵を倒していこうというこの姿勢非常にいいと思います。当たり合えばめちゃくちゃ面白かったですね、これ。そうですね。当たり合ってほしかったですね、ここ。そうですね。お互い、お互いが倒しに行こうみたいな。ファーストブラッドジャイということで敵の森にズカズカ入っていってお互いピンを鳴らして、いない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 、おかしくないこれっていうことでまあなんかでもそろそろお互い切れてそうですね、これあれだってなってますね、もう完全に FTD 側は下におりました。仲いいですねこれ、そう、仲良く仲良くお互いの状況がよくわからないまま、あ、ワード置いてるよ今頃ってお互い思いつつの、コンティールーンをアルケミストメデューサとミッドのプレイヤー2人がでの試合が始まります。面白いですね、始まった瞬間にアルケミストだけちょっと抜けてるっていうのが、そうですねこれ確かにスモークすれ違ったのはすれ違った ので得してるのはアルケミストがですね、これ。そうですね、ちゃんとバウンティ取れてるので、そうですね、バウンティを絶対取りたいっていうのと絶対取らせたくないっていうのでスモークで噛み合った感じですね。さあ、まあまあやはりレーン構成としては一般的な形になりました。トップトライはもう仕掛けている、この石が飛び込んできてスローが入ってオーボーベノムで非常に遅い、メレドッシュの殴り合いに一方的に殴られてしまいます。ポットに関しては、ダークシア非常に繊細なキャラクターですけれども、まあ、プッシュをしてプッシュをして経験値をちょっと据えればあとはもう2番のシェルをつけてるだけで、イオンシェルをつけてるだけで勝手に経験値と金が入ってくるっていう、そんなヒーロー。メレーキャリーでダークシア相手は辛そうですけど、耐えれなさそうだな、これ。もうすぐ削れてますね。ライフスティーラーできるけど、それより痛いんだな、あれ、ということで。まあ、稼げるんでしょうか、気になるところです。ミッドのアルケミストも、抑えれるキャラクターではないので、アシッドスプレー巻いてるだけで本当にいいということで、だいぶケルスは削れてるんですけれども、なんだかんだでここから、ファームをきっちり。できるすることができるでしょう、アルキミスト。現在ヘルスが231しかないんで、メデューサ相手にまだ、そうですね、ボトル来ないんで、ちょっと辛いですね、これは。ちょっと辛そうですね、変に立ち回ると、ヘビが飛んできて、その、跳ねて跳ねて跳ねてダメージが溜まったヘビが直撃するっていう、はい、一番嫌な展開にはなりそう。死ぬんじゃないか、これ。ヘルス81から46残り。ちょっとヒヤッとしたところ。トップルーン争いは、ここは、ビーストマスターが、取れない、リジェネレーションも切れて、そのまま殴ってオーボーベの分でさすがに倒し
綺麗はしそう。2番が上がって石が転がってくるが、これは綺麗に避けた。ポーションも使ってヒルヘルスを回復するし、ボアも出てるんでスローが入るんで、これは変なところまでむしろ行ってしまって FTD 側が美味しくない展開。青ワード、これは脇星に置きましたね。これそうホラクルが帰り際にビスマスター枯れるんでね、あそこの森、オフレン脇の森の脇帽子をして帰っていきました。トップ側ディスラプターに絡まれて非常に嫌な思いをしているカーブーダーのダクシアなんですけれども、キッキンチなんだかんだに据えてレベルが4、ビスマスター現在レベル3になろうかといったところで非常に辛い思いをさせられています。オフレンちょっと厳しい JDR 側なんですけど、ミッドやはりメデューサ強い干渉しているような形で経験値とお金がもりもり溜まってきます。ラストヒットディナイはアルキミストが10でメデューサが15、ウルサがやはりキャリーレーンでうまく立ち回れているのか21ラストヒットで飛び抜けてますね。一つ一つ抜けてますね。お互い序盤のエニがまずまずというかですね、別になんか飛び抜けてるところもなくてミッドでちょっと差が出ちゃってるのかなっていうところなんですが、石が来た、飛んできて殴って殴ってスタンを当てるが、アルケミストのはさすがにそれに対して何もできません。ヘビが跳ねてすごーくダメージを受けてしまって、残りヘースが81でヒヤッとしたところでした。ほんと舐めてかかるととんでもなくダメージ食らいますからね。これ今本当にダメージ高いですからね、この2番のスキル。ダメージ高いし痛いしマナ吸われるしということで、クリープ全部に跳ねた後に食らうとえらい目に遭います。さあ石が仕掛けてきて、オラクルも近くにいる。殴られ続けると死んでしまうぞ。マナシールドもあるんで大丈夫でしょうということで、しかしちょっとミッドガンクが激しくなってきて、オラクルはやりづらそう。ドゥームが代わりに入って現在ファームしているが、ミッドでメデューサ勝っていて、かつジャングルがいる JDR 側はちょっと有利な形でしょうか。ライフスティーラーだけ早くお前らなんとかしてくれという感じでボットで必死にファームしています。まあこれ辛いのは多分想定内ですね。そうですね、ダクシア見てからの見てからですね、ライフスティーラーピックなので。さあトップ、5スタックキュウリスワイプが溜まっている、ヒヤッとしているビストマスターが現在タワーハグを続けて経験値を懸命に吸っています。そう言っていた中、ミッドで仕掛けていたメデューサが開幕ワンキルアルキミストから奪っていてのさらに差が開いてまいりました。スモークはこれは視界には、敵の視界には入っていない。ドゥームとディスラプターでもう入ったんですが、これトップですかね、トップですかね。グリンプスもまだ上がっていないんですけれども、ドゥームの2番と3番だけで果たしてガンクができるのか。レベル6にもなっていません、ビーストマスター。フォアがあるのでフォアで無理やり行くのか。オラクルが仕掛けたタイミングで当たり合う。ウルサここで倒されてしまって、レベル6ではないので死に切ってしまいます。オラクルあいつは倒すということで判定していって3番をかけたいところなんですが、ビーストマスターうまく森の中に隠れてディスラプターも死に切らずにこれは逃げれる展開。さあダブルキルのディスラプター、うまく今逃げましたね。はい、いいスモークだったと思います。いいスモークでしたね。キャリーも倒されてしまって FTD がなんか嫌な展開。最終盤展開になっても FTD 側は若干厳しいことな感じなので、アルケミストをうまくファンさせたいですね。やっぱり、まあ、ジャングル、まあ、ちょっとだけスタックしてあるの で、 そうです、ね、もうちょいスタックしてあげたいところですね。これだと 3スタック4スタックがっつりしてアルケミストに一気に勝たせるような展開にしたいと思うんですが、はい、あとはディスラプターじゃないや、ダークシアですね。ダークシアが、はい、ファームできてるというかレベルを据えてるので、はい、まあこう絡めてどうにか行きたいと。集団戦していくなり、はい、さあトップでことが起きている、トップでことが起きていて、そのままビーストマスターが倒されてしまいます。石が来ると本当にキルが生まれます。一方ミッドも襲われそう、ピンがたかれてディスラプターが狙っているのかが、まあ、普通に機械に入って後ろに構えているといった形でしょうか。ミッド TP で飛んでくるのはドゥームが飛んできて、そのまま森に行くでしょう。おそらくこれは
と、ダークシアーとライフスティーラーのラストヒットが並びました。ダークシアーはきっちりファームできているようです。まあでもここから FTD 側はプッシュをしに行く展開ですかね。どういうのを浮かべてるんですかね、ウルスター含みの。FTD 側は、まあ、アルケミスト以外で、どんどんファームさんをアルケミストにさせて、他の4人でうまく当たりに行く感じですかね。当たりに行って時間を稼いで、はい、トントンで終わらせれば、まあ、ミルさんのファーム妨害できるし、あとはローシャンをうまくですね、ウルさんでどこかのタイミングでは取りたいですね。ヘイスト取った、石が飛び込んでくる。無理やりだぞこれは。随分無理やりだぞ。ダクシアがそのまま歩いてきてディスラプターを狙っている。ライフスティーラースローをかけるがヘイストなんでスタグラスさっさと返っていってのアーススピリットはここで押し引きと立ち回っていきましたが、これはヘビが入って死なない。どうにかオラクルの2番3番のヒールが入っていたんで死なずに帰ることはできました。まあ今みたいなのですね、要するに。危ない危ないが、これはヒールが間に合うか。怪しいぞ。いや、怪しいぞ。アルキミストミスが出たんで助かった。レミリアはヒール力、アルキミストの分かってるんでしょうけど、見てて非常にヒヤヒヤします。そしてオラクルが助けに入って、オラクルが追われて、これはヘビが入って死なない。ヘルスが50。普段に対してはそんなにダメージは、そんなに威力ってんですからね。今でもアルケミストに打ってたらちょっと危なかったんじゃないかって感じはありますけど、視界がなかったので。そうですね、視界なかったんで、まあまあまあっていう感じで、ここでライフスティーラー、そうですね、絡めたプッシュが JTR できるので、これに関しては止めようはないですよね。ないです。今現状非常に強いですよね、これ。本当にチェンが即上がりに持ってくるのもんなんで、このタワープッシュは止めれません。 BKB 持ったよくわかんないキャラが必死にタワープッシュして止められるかっていうような感じなんで、ドームが軽く捕まりましたが、これはでも2番を使っているんで、まあまあ絡みに行くのは得策じゃないだろうということで、 FTD 特に下げることはせずに帰っていきました。ウルストはラディアンスビルドですかね、お金貯めてるので。そうですね、まあ、スタークここから買って一気にお金稼いでラディアンス買ってとにかくプッシュを耐えようっていう感じなんでしょうか。まあ、むしろプッシュしないといけないですからね。でもラディ買ってそこから展開どうしていくか。まあでもアルケミー F ラディ買わないと弱いってイメージが自分なんかどうしてもあるんですけど。いやー、そうでもないですね。そうでもない。メダルとか行って、こう、セカンドしっかり取って戦うっていう理由でもあったりして。今回はどちらかというとそっちの方が良かったかな、みたいな。うーん。微妙なとこですよね。そう。ミッドオモに行くのか？そのまま石が転がってきて、スタンは入らない。アルケミストをここでフォーカスするような展開だけれども、さすがにあれを捉え切ることはできません。まあ、ディナイはできてない。もったいないですね。そうですね、DG クリープ強かったということで、ディナイしに集まったんですけれども、ディナイできずに終わってしまうとちょっともったいないシーンでした。逆にトップ今度は押しに行こうということで、ピンがたかれたが、むしろ TP で石が守りに来ました。アーススピリット、ここからどんどん逆に JDR 側がプッシュをしに行きそうな形ですけれども、ミニマップに映らないんですよ、このラフスティーラーが。わかりづらいっていうね。絶対に先頭だからですね。絶対に先頭。取り替えます。あ、出てきた、出てきて、新しい女にここでラフスティーラーが乗り換えます。この紐野郎って感じで、うるさにバレる。しかし、MOM、ウルさんにバネて、ファームしてやるこの野郎と必死に殴りって殴って、倒せるんじゃないかこれ。あんまり追うとでも、あんまり追うと、大変なことになりますが、ここで倒される前に逃げることには、
ってごしました。ドラゴンが強いですか？ドラゴン、なぜかスキル2に入れましたからね、こいつ。なくてよかったんじゃないかっていう。もうファイアボールっていうスキル、ダメージ強力なので。ダメージ強力なんで、プッシュするときにクリープに入ってもいいし、何かとやる、はい、黄色に対しても強いし、何かとやることがあるっていう。最大ダメージ、いつか。ダメージパーセック85の、10秒間続くんで。850と。で、全部ずつ持ってれば。レベル6で手に入るスキル強すぎるんだよ、みたいな感じはあるんですけど。これジャキロも涙目でも、まあ範囲が狭いんですよ。範囲は非常に狭いんですけどね。ボイドさんちょっと呼んできてやってもらいましょうということで。ミッド5でアルキミストが死んでしまい、ウルサ助けに入ろうとするんですが、ぐっとこらえて、木の中に隠れてます。ピエーズブーツを使っておもむろに走ってって、無理やりここで、石を当てての、倒しきれないが、ここで、テルプ TPJDR が一気に集まってきて、ファイアーボール、マジで強い！強い！マジで強い！ディスラプターのキネティックフィールドの中に、ファイアーボールが吐かれて、噂をすれば850ダメージ。3人ここで死に切ってしまう FTD が、さあプッシュにしに行こうということで、メデューサ、全然死ななかったですね、今。硬い、やばい、メデューサってヒーローって硬いヒーローなので。ですね、フィリスワイプ、何度も何度もウルサが殴っていたんで、結構なスタック保ってたと思うんですけれども、死なずに死なずに、石が当たった時点でも死なずに、バキューム入れてようやく死ぬというような形になって、その後の集団戦、スキルが何もねえって感じになっていました。さあ、セカンドに行くのではなく、落ち着いて、ファーストから追っていくような展開なんでしょうか、JDR がボットに集まってまいりました。これでもエンシェントにまだ乗ってすらいないんで、ファーストはおらなさそうですね。乗りましたね。乗りましたね。またドラゴンになりましたね。ドラゴン好き、やっぱドラゴンが一番強いですかね。キラーの字やると、なんだ、トリケラトプスみたいなやつ。あ、いますね。いますね。あれが一番プッシュにはいいらしいです、ね。あ、そうだった。まあ、チェン使う人確かにあれ連れてきますよね。キラーの字やとプッシュはあれが一番良くて。はい。このドラゴンは、何なんだろうね。戦うときにいいのかな。戦うときと、まあ、あとファームじゃないですかね。ファイアボールが。あとは、アーマーが、俺で3乗るんですよね、こいつ。はい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 。あ、ほんとだ。乗ってますね。バシゴールで。強かったですけどね。ここがミソかなっていう感じで話をしていたら、ウルサがおもむろに、取るしかねえ、とにかくということで始めるんですが、いや、鳥いるんで、っていうことで。そうですね、ビースマスは鳥にこれ見えてるんで。見えてるので、まずいまずいと、暴れているが、これは石が飛んできて、守ろうとしますけれども、そのまま死に切ってしまいます、ウルサ。これ逆に取りに行くと思いますね。そう、逆に取りに行きますね。まあ、ビーストマスターいるときに単独でロッシュしていくのは非常に怖いですね。取り飛ばしてるだけでいいね、本当に。はい。まあ、止めに行きたいとピンを鳴らすんですが、そこで戦ってもさすがに勝てねえよ、という。バキュームがないです。ないですね。さっき上に上げようとして失敗してましたんで、ここでスティール狙いに行ったのが、石が飛び込んでいったが、アッシーと、そのまま炎に包まれて、死んでしまいます。まあ確かにこういうところでもファイアボール強いですね。そうですね。狭いところだとやっぱり、発揮するし。エイジスも取られて非常に厳しい展開です、JDR 側。XP 差も、ネットアースの差も随分ついてきました。ネットアースは3000差オーバー。3000差オーバーなんですけど、後半強いのが JDR と考えると、それ以上の差が非常についているところです。ドラムを使ってファーストサクッと折りに行こうとプッシュをし始めました。ブリンク等特に入っていないので、ダークシアにも。まとめてなんかがっつり入れるっていうような感じの展開でもなくて非常に辛そう。そしてちょっと甘えるとすぐグリンプスからのズームが入ります。下手に抵抗しようもんならメデューサのウルトが入ってしまう。ウルサが今度は捕まって走って逃げようとするんですけど、ケイティックピードにギリギリ入ってしまって倒しきり。さあ次はオラクルだということで、ファイアーボールを つけながら、そのままオラクル自分にウルトをつけて超絶ヒールで生きようとするが、これはこれは？これは？ですよねー、ということで、ダブルキルでございます。集団戦勝って、さあセカンドを押そうということで、JDR は鉄板な形で試合展開を進めていって、他を次々と追っていきます。現在、本当に
本当に20分以内にセカンドが割れる試合が多いですね。今、そんな感じの試合になりますね。はい、アルケミストのこのビルドすると、どうしても4対5で当たる必要があるので。ですね。でもそこをちゃんと考えて、ジャパンとザ・リジェクトの方はうまく5人でプッシュしてるので。メデューサをファームに回すというわけではなくて、はい、メデューサもきっちり参加してもらって、集団戦を起こしていくような展開にしていますね。ますね、まあ、ライフスティーラーいる時点でちょっとタワー守る気しないのに、さらに5人でプッシュされると、非常にきつい展開でございます。もうライフスティールピックしたっていうより、エンシェントピックしたに近い。エンシェントピックしたいできればいいんですけどね、レーニング開幕からめちゃくちゃ強いですけど。エンシェントプッシュが続く中、どこにいても、マップ見てるだけでもわかんない。今、彼ど、あ、今エンシェントですね。こっちのレディエントのエンシェントで、エンシェントがエンシェントをスタックするという非常にシュールな、あ、湧きました例のトリケラトプス的な何か湧きましたね。はい。とかいう話をしてたら、ドミネイトからの、もうメデューサが一人で、エンシェントなんていらねえとか感じでプッシュをし始めています。あれ、何が強いんですか、ちなみにトリケラトプス君。トリケラトプスはアタックダメージがオーラで 15% 伸びるのと、ほんとアタックスピード乗るんですね。フレンジーで、移動速度上がる、攻撃速度上がるから、タワーがボキボキ折れるってやつですね。サライフスティーラーに絡まれたアルキミストが TP アウトをして、キングスプリ、もう止まらない。そのままネクロノミクを発動してサードまで行くんじゃないかというこの展開でございます。ドゥームはまだ使っていないので集団戦も起こせる状態。ネクロノミクがラディアンスしかできないのでちょっとあったりですね。ラディアンスできたんですけど18分のラディアンスは別に悪くはないんですけど、アルケミストのそれだけで戦えないヒーローで、ね、そうですね、ファーム力がある代わりに戦うスキルが1個なくなっているのでアルケミストだレラディアントじゃだけじゃ勝てない、戦えないんですよ。ラディアンスだけじゃ戦えないんですよ。これスペックとかだったら全然違うんですけどね。アルケミストさんが持っても強くないんですよ。スペックのラディアンスとは全然違いますね、性能が。まあ、でもそのダークシアとアルケミストのコンボが一応あるので、はい、バキュームのところにセカンドのフラスコ、ですね。なんちゃらなんちゃら。あの、上のジジイが、よくわかんない、はい。フラスコ振って。例えば AO スタンになるので、でそこにアーススピリットなんかもスタンとかを重ねたら、あるでっていう感じで。ブルになるので、まだまだ全然ありますね。結構バキュームの側にセンスがありますよね、それ。そうね、多分早すぎても遅すぎても、一人にしか入らないので、はい、完璧なタイミングでフラスコが飛んでくところにバキュームをして、集めて何人かに入れてっていうような展開が求められるんですけれども、ブリンクダガーを持ってないまだダクシア走ってってそのバキュームを決めれるかどうか。バキュームクールダウン長いんでね、そして一回ミスってしまうとそのままどんどんタワーが折られてしまうので非常にセンスが求められます。カブダのダクシア、そしてスモークを使って気づいて、そうこれでも FTD 側はマジでなんかやばい匂いがするということでガン逃げしております。ここでしかしなんかいるじゃねえかということで捕まるが、オラクルのウルトは入っている。そのままビーストマスターを倒しきって、アルキミストはもちろん死んでしまいます。逃げたんですけれども倒されるような展開。ダクシアはサージで逃げ落とすがバキューム入ってスタンは残念ながらすでに死んでいるので、フラスコは飛んできませんが、バキュームをうまく使って逃げることには成功しています。ライフスチラもラジャンスできてたんですね、はい。できてますね。もうこのトリケラトップスの周りから謎のオーラが出て、とんでもないことになってますけど、早い、はい、これ全然フレンジとドラムで非常に早い、この、これがプッシュじゃ、何がドロータクティクスじゃというような、非常に速いプッシュを見せています。ここでディスラプターの戻しが入って、トリケラトプスに投げられるこの屈辱。ドゥームを捕まえようとしますが、そのまま石が飛び込んできて、ビッグのウルトが入るかどうか、スタンを入れて、そのままサイレンサーに入るウルトが飛び込んできて、殴り続けてメデューサを倒せた。ライフスティーラーが化けの顔が
剥がれて出てくるが、これを倒しきる火力は、ウルサ君持っているぞ。殴って殴って、ファイバックは石、ブワーということで、叫んでからのライフティーラーは、すごい男に乗って帰っていきます。ビーストマスターとライフティーラーはどうにか逃げれそう。ディスラプター、うまーくグリンプスを使って、問題児ウルサを突き放すことに成功し、キネティックフィールド綺麗に入ったが、キネティックフィールドの中から石が飛び出してきて、ドゥームの TP を止めていきました。いや、ディスラプターうまかったですね。うまく逃げましたね。ただちょっとバイバックして、ラックスも取ってかれちゃってるので、FTD 側。ですね、アーススピリットがバイバックをして、TP 止めれたはいいんですけれども、うまく逃げられたキャラも何人か。ラッシュティーライン逃げられたの大きいですね、特に。大きいですね。あんまり美味しくないですね。敵のキャリー殺せずラックスを奪われてしまったので、シュナ戦勝った雰囲気は出てますけれども、ネットアースは開く一方でございます。現在ネットアースが1万差超えたところで今シュナ戦ちょっと勝ったんで、まあ横ばいになったかな、っていうような感じ。XP 差はシュナ戦勝ったんでちょっとは縮んだんですが、5000近く差がまだついているような状況で、今ミッドラックスが割れた23分段階でございます。ウルサこれブリンクからビ、ウルサそういえばアガニム行く一人じゃないですか。はい、アガニム強いと思います。あ、もう全然、あれ、ウルトがあれですよね、いつでも発動できるみたいなくらいじゃなかったっけ。いや、18秒だったかな、ウルタの CD が18秒になるのと同時に、はい、あのビーストマスター、例えばビーストマスターのウルトなど打たれた時にウルトを押すとスターを解除できるんですよ。あー、めちゃくちゃ強いですね。はい、めちゃくちゃ強いです。だからまあ、それにズームとかは解除できないんですけども。けど、なんか、スタン系なら、スタンとかのサイレンスとか、サイレンスに、ブレイクじゃなければいけるって感じですかね。はい、解除できるんですよね。それがしかも18秒だったと思うんですけど、で使えるようになるので、すごい。ガンクはされないかなっていうような。はい。という話をしていたら、ゴーレム先生がおもむろに更新を始めました。ボーナスヘルスリジェネを持っているこの恐ろしい男なんですけれども、リジェネじゃないパーセンテージ、なんだこれ、キャパシティの、そうです、はい、HP 自体が伸びます。あ、 HP 自体が伸びます。おっと、返された、返された、 TP を返されてしまって、アルキミストがいない状態から集団戦が始まると勝ち目がないんじゃないか。 JDR 今急いでアルキミストがヘイスト取って走ってきますが、キネティックフィールドでザマーということで止められて、先ほどからこのディスラプターにしてやられているグリンプス、もう一回集団戦に参加できないアルキミスト。今ウルトが切れてようやく合流したんですが、ウルトがないから前に出れません。エロいですね、非常にエロいですね、このディスラプター。ふざけた格好してますけど、ロックバンド非常に、ね、バキュームきれいに入ったが、合わせるものが何もない。そしてお仕置きのグリンプスからキネティックフィールドが入って、オラクルのウルトが入るんですけれども、ライフティーラが中から飛び出してきて、これは死んでしまうんです。命がちょっと伸びるだけ。最後のラックスであるボットラックスを割ろうとしているミッド TP は、石がやってきて飛び込んで、気持ちいいウルトが入らない。そのままスタン、ディセーブルが重ねられて死んでしまう。メデューサお前だけは殺すということで、飛び込んできたアルケミストが一人を倒して、ウルサがライフスティーラーを倒せるのか、倒せない。そのままどれに入った、これ指示タンクですね。指示タンクに入って、頼むやめてくれということで、指示タンクが殴り殴られ